これから E チームの発表を始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回クライアントであるヤマハ株式会社様からいただいた予見、音があふれることでコミュニケーションが活性化される街のデザインとはということで、もう一度予見を見直しました。そこで私たちは人がいないと賑やかにならないというインサイト、気づきに至りました。音があふれている場所を想像した際に、都会や駅前など声や足音、また電子音などであふれている場所を想像しました。しかしこういう場所でも一本奥の路地に入ってしまうと静かだったりします。これは人がいないから音も自然と減っていくのではないかというふうに考えました。またこれは観光地である地域でも同様で、少し外れに行くとあまり人がいなかったり、夜でも明かりが少なく、寂しかったりします。これをもとに声と明かりが漏れる街にしたいというビジョン、目的を立てました。街の賑やかさは人々の声や明かりで作れるのではないか。またその土地、地域の良さは観光地や表通りだけではないと思います。目立たない場所に素敵なところや人の良さ、街の魅力が詰まっていると私たちは思っています。これをもとに裏路地を使った大正ロマンな音楽祭というコンセプト、方針を立てました。普段はあまり気にしない路地ですが、人々の生活には欠かせない大切な道だと思っています。そういう場所に古き良き姿を残しているところが多いと思っています。昔の形を残した土地と、そこで音楽祭をやるという新しい考えを、和と洋を取り込んだ、ハイカラな大正ロマンな世界観がぴったり合うのではというふうに考えました。そこでハイカラ学祭という、トライアル企画を提案させていただきます。こちらの、企画なんですけども、モデルの地域を、鳥取県若狭市と、想像してください。こちらなんですけど、一本中に入るとこのように雰囲気のある路地が広がっています。ここで行う音楽祭の内容です。まず昼に、地域の人や観光客の人、またクリエイターさんなどで、当時を感じるような、おもちゃを作ります。またランタンなど、明かりを大正ロマン風の柄で装飾し、それらを壁などに飾ります。この制作期間を、1週間くらい、設けます。で、週末の夜ですね、地域の人や観光客の人、またミュージシャンの人も加わった音楽祭を開こうと考えています。この音楽祭の中で地域の方々の互いのコミュニケーションや、が生まれると同時に、観光で訪れた人々が地域の方々と接することができたり、また地域に興味を持つきっかけになるのではと考えています。また明かりと声があふれることで、安全な街になり、地域の活性化に役立つのではないかと考えています。現在このモデルとしては、鳥取県を、挙げているんですけども、東京をはじめ千葉、神奈川、埼玉、茨城などで展開したいとも考えています。これで E チームの発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。